アベマ TV、アベマ TV で毎週日曜の夜8時から4時間にわたって放送中のバラエティステーションプロゼンテッドバイテレ朝、略してバラステ。このバラステではテレビ朝日で過去に放送した伝説のバラエティ番組最新作から現在地上波で好評放送中の人気番組の完全版まで豪華コンテンツを毎週お届け中。若い一点物芸人が即興漫才、 MC は三四郎、ゲストは矢口まり&木下優香。6月17日より9時からは豪華 MC 軍団がお送りする一点物のアベマ TV オリジナル若一点物を放送。一点物はテレビ朝日系列地上波で毎週水曜深夜0時15分から放送中のトークバラエティ&即興漫才番組。今回のアベマ TV 版若一点物ではお笑いコンビ三四郎の2人をメイン MC に迎え、ゲストにネット番組で大復活のタレントの矢口まり、大食い YouTuber の木下優香が登場。ゲストは次世代を担う若手実力派マン最四5組のメンバーから2名を指名。選ばれた漫才師2人は力を合わせ即興で漫才を作る。番組ではコンビの壁を越えシャッフルで指名され、作成時間はわずか10分間。実力派たちがゲストのために一点物のオリジナル漫才を披露する。若一点物を視聴予約アベマ TV で6月17日夜9時スマートフォンアプリ Fire TV Stick Chromecast から視聴可能です。チーテレビ朝日バラステ若一点物 MC 三四郎、ゲスト矢口まり、木下優香。芸人が即興漫才無料のインターネットテレビはアベマ TV、 アベマ TV 話題のゲストを迎え、トークで引き出したキーワードから最後に一点物漫才を作りプレゼントする。今回は三四郎を MC に迎え、次世代を担う若手実力派漫才師5組がゲスト MC を務める。漫才を作るのアベマ TV。